んばんは。ウパグルマさんありがとう。ハートセンキュー。さっきぶりです。ディアホー。じゃあゆみちゃん花束ありがとね、ゆみちゃん。うん、こんばんはみんな。あいにゃん来たよ、ありがとう。ひろのりさんも花束センキュー。ありがとね。うん、こんばんは。小太郎さんいっぱいありがとう。ハートセンキュー。ありがとうございます。ドリーマーさんもありがとう。センキューね。無理せんでいいのよ。ありがとう。うん、全然風邪とかじゃない。多分何かしらのアレルギーです。かいかいですね。うん、アーララさんありがとう。あなたもセンキューね。ありがとうございます。イズちゃんさんもありがとう。花束 Thank you。 ハンマチのアイエチさんもありがとうね。花束嬉しい。みんなありがとういっぱい。うん、今日はビールとお好み焼き。わあ、いいですね。お好み焼きね。うん、今日も13時間労働、休憩なしで疲れたので癒していただき、早く寝なさい。大変だ。早く寝るのよ。うーん、書かない方がいいけど、痒いとこすいたくなる目ね。でまんまこすってとほんと腫れるからさ。うーん、わあ、じゅうさん花ありがとう。花束とこじらみじゃないね。うーん、痒いの辛いね、早く治りますように。だってありがとう、ゆみちゃん。今日天気良かったからさ、なんか飛んでたんかな。こんばんは。オリゼさんありがとう、花束。ありがとうね。うん、そう、花束で言うとさ、この間アマゾンプライムでさ、なんか映画見ようかなと思っていろいろ見てたらさ、なんか少し前にやってた映画でさ、花束のような 恋をしただっけ、花束のような恋をしたっていう映画をね、なんかずっと気になってたんだけど見に行かなかったから、アマゾンプライムに出てて見たの。うん、花束つながりで思い出した。ついこの間見てた。うん、こんばんは。ねえ、ひろみさんありがとう。なんて Thank you。 言うのもいいけど、あやの声聞くのも回復につながる。本当、私の声でいいならいくらでも。うん、前は冬の乾燥のせいか体がちょっとかい、保湿保湿だよ。キュレルおすすめ。キュレルのあのスプレータイプの化粧水があるんだけど、あれすっごい便利だよ。うん、こんばんは。カトミヤさんありがとね、花様。Thank you。 こんばんは。あ、そう、菅田将暉さんと有村架純ちゃんのやつ、うん、ずっとね気になってたの、あれ映画公開された時から。なんか見てみたいなと思いながらも見なかったんだよね。だからアマプラに入ってて、お、見ようと思って、うん、見れました。うん、見に行ったよ一人で。ね、あ、本当、前の実家のすぐそばがロケ地だったからびっくりしたよ。だって、あ、そうなの、すぐそばがロケしてたの。うん、桃太郎さんありがとう。花束 Thank you。 ありがとね。うん、その映画ってちょい怖いやつ。怖いやつなのこれって。怖くはなかったけど。なんかすごい、なんだろう、なんか女の人の気持ちと男の人の気持ちがすごいリアルに描かれてるみたいな感じで言われてた、確かね。うん、こんばんは。あやが恋愛映画ってちょっとレアな感じ。確かに。恋愛映画も全く見ないからね。なんか見たかな、それ以外に。
か見たかな。恋愛映画は見てない気がするな、やっぱり。アニメ、アニメかちょっとなんかこう、気楽に見れるような映画とかばっかりかな。こんばんは、みんな。あー、もっちゃんありがとう。あなたは Thank you。 ありがとね。きゅうちゃん、あ、プロ業務用ハンドクリーム届いたよ、愛用してます、だって。え、いいよね。きゅうちゃんいいよね、あれ。業務用ハンドクリーム、ちょっとパッケージはレトロな感じなんだけど、すっごくいい。全然ベタベタしない。一人で映画館行けるようになった？行けません。一人では映画館行ってません、まだこの年になっても。私の地元、広瀬すずちゃんが映画のロケで来てた。コンビニにポルシェが止まってたりしたようだって。ポルシェ、え、見たの？広瀬すずちゃん見た？女優さんとか実際見たらすっごい綺麗なんだろうな。もっとテレビで見てね、あんだけ可愛いとか綺麗な方なんだから、実際見たらもうびっくりするだね。恋愛ものだと新潟でロケしてたストロボエッジは見た。福士蒼汰くんと有村架純ちゃんのやつ。あー、私それもなんか映画館ではないけど、なんか見た記憶があるな。あれ漫画読んだのかな。いや見たな。なんかさ、金曜ロードショーかなんかでやってた時なかったっけ。こんばんは、森竹ちゃん、ありがとう。花束Thank you ね。ありがとうございます。プロ業務用クリーム5月作る。みんなでこれ本当に勧めたいんだ、みんなに。プロ業務用ハンドクリーム、ちょっと普通のハンドクリームにしては少々お高めではあるんだけど、1200円ぐらいだからね。そう、でも本当にいいんですよ。よし、あや映画デート行こう、だって。映画デートかー、でも一人じゃなかったら心強いな。この年になっても映画館だいぶ慣れたんですけどね。でも一人だとちょっとまだなんか落ち着かなそう、一人で。業務用ハンドクリームつけて手袋して寝ると朝しっとりで最高です、だって。そっか、やっぱ手袋して寝るのが一番いいのか。朝脱げてない、あの手袋。一人で行くなら甘やかし隊が後ろで見守りたい。後ろの席に甘やかし隊がいっぱいいるの。こんばんは、みんな。あや遅刻した、だって。大丈夫よ、こんばんはね。あー、松尾さんありがとう、ハート。 Thank you、 ありがとね。今度鬼滅が映画化されたらみんなで見に行くか。みんなで見に行く。鬼滅も映画するかな、これから先も。まだではないか。でもまだ続きますもんね。隣で手握っててやら。なんか青春じゃない、そんな。なんか映画館で手握って、手つなぎながら映画見るだなんて。こんばんは。あやも実際に公園で生で見た時さらに綺麗やったなんて。ありがとうね。ありがとう。カズーさん、ハート Thank you、 ありがとね。映画見るのはどの辺の席？後ろの方がいいかも。まあ、真ん中あたりが後ろがいいな。プロ業務用ハンドクリームと手袋からやってみるね。やっぱね、なんかシルクの手袋いいっていうよね。後ろの席ね、 OK とか言うね。みんなで見守ってもろて。
わたちさん、I love you, thank you、 ありがとう。でみんなやっぱ映画館は一人で行った方が気が楽ですか、や人と行くより。うん、どうなんだろう。前でポップコーンボリボリ食べたい。うーん、 4DX だと泣きそうだから無理。 4DX はなんかもう風邪とかも来ちゃうやつだっけ。うん、こんばんは。その隣でポップコーン食べてるの。ポップコーンさ、なんか一回頼んだことあるんだけど、でも友達と一緒に2人で1個だったの。でもかなりの量あるよね。うん、あ、違う違う、んポップコーンは1人1個食べたんだけど、あれどっちだったかな。いや、2人で1個食べたな。こんばんは。お、スキンケアタイムでじっくりどうぞ。手首のところにゴムが入ってる手袋だと脱げないよかな。100均で買う。え、そんなのもあるんだ。私使ったことあるの全部脱げた。え、今度見てみよう。買い物メモにちゃんと書いとこう。寝るとき用の手袋、ゴムがついてるやつ。この間ゴジラ見てきたよだって、一人でって言ってるけど。ゴジラも人気よね。出遅れました、大丈夫よ、こんばんは。近くに映画館ないから映画疎くなっていく。うん、映画ね、映画館近くにないとわざわざ行くのもなってなるかん。映画一人だな、気楽が一番。ああ、そっか、一人の方がいいのか。映画は一人か甥っ子と一緒に見に行くからな。私家族と映画見に行ったのはハム太郎以来ですからね。ハム太郎は家族で見たけど、それ以来家族とは見てないので。あやは毎朝起きるとすっぽんぽんなの。どういうこと？あ、手がね。そう、私はバッチリ着込むタイプなので。私はバッチリ着込んじゃうタイプだからね。結構いるのかな。でもなんか聞くよね、なんか家では服は着たくないっていう方とかもさ、聞いたことあるけどさ、え、どういうことって。でも寒くないのかなと思う。うん、こんばんは。みんなこの時期はきついよな。今月スパイファミリーの劇場は見に行かなきゃ。あ、今月あるんだっけ、スパイファミリー。私は今までで一番映画見た年だった。スラダンだけでも10回見た。スラムダンクね。あや寝るときはベイマックス状態。え、でもね、結構リアルにね、いっぱい着るよ、冬は特に。ほんともこもこした状態で寝るときもある。泣ける映画とかだと一人で見るより誰かと見た方が恥ずかしくないからいい、だって。あー、一人、あ、そっか、誰かがいた方が逆に恥ずかしくないのか、一緒に泣けるからね。さすがに生まれたままの姿はないわ、だって。私も無理ですね。スパイファミリー12月22日から公開だって。22、もうちょっとだね。あ、待って、くしゃみが出そうです。あの止まりました、すみません、どっか行った。もう本当にくしゃみも出るしさ、何なのこれ、何のアレルギーなの、本当にわからないんだけど、この時期の。確実に目がかゆくてさ、くしゃみが出る時点で、ね、怖
これは何かしらのアレルギーではないですか？なんか鼻とかも痒いのも、カムカムさんありがとう、あなたも天気、今天狗様ありがとうね、お疲れ様、遊び来てありがとう。ゴジラはアヤとどっちが強いのかなって考えながら見てたのでまあいい勝負ですよね。ゴジラって最強なのやっぱり。こんばんは。昭和生まれなので人前では決して泣けない人前で泣くのね。こんばんは、タクゾさんありがとう、ハート Thank you ありがとうね、コタロウさんも花束 Thank you、 ありがとう。こんばんは。明日から黄砂が飛んでくるらしい。なんか今日も黄砂じゃないって言ってた方いたんだけどさ、でも明日からすごいのか、勘弁して昨日は全然大丈夫だった、目かゆくなかったけど今日の朝からかゆい。病院行くまでではないのかな。一応ね飲み薬とかはあるんですよ、アレルギーの薬もらってるから、目薬も出してもらってるんだけどさ、なんか効かないんだよね。そう、わかんないよね。なんか杉のね時期とかやったらさ、あこれは杉花粉だってわかるけどトップガンマーヴェリック、通勤の車で DVD ずっと流してが相当相当見てるね。実物のアイニャンならゴジラの攻撃より破壊力ありそうだって。本当に、いやアイニャンほどではない、どういうこと、私の方が強いってこと、つまり最強ということ最強ということなの。タクゾさんありがとうね、ハートいっぱい Thank you。 ゴジラ強いけどアヤビームでメロメロになるはずゴジラって見たことないんだよね。ガブってきますかガブガブってくる、それともなんかビームとか出すゴジラって。モンタロさんありがとうね、ハート Thank you。明日も続くようだった病院、そうだね、ちょっと薬変えてもらわないとかもしれない、飲み薬。こんばんは。確かにアヤビームは強すぎるよな、だってアヤビーム出したことあったっけ私ゴジラよりアヤのお顔の方が強いってことかを、いや絶対ゴジラの方がお顔強いよゴジラの方が美女いいよこんばんはみんな。今日はね11時くらいで終わろうかなと思っているのだけども、それまでちょっとまったりお話ししていきましょう。萩原そっか、あすいません、あぐるよ失礼すごいすごめんなさいね、なんかごめんなさい、なんかごめんなさいね。ゴジラ普通に噛みついてくる、噛みついてくんだ口からビーム出すの、放射能で汚染されたなんからしい。ゴジラ自体が、全然わからないよゴジラ。今何時、ゴジラでって言ってるけど今ゴチゴジラとかけてんのかこれ、もう全然今気づかなかったよ。こんばんは。ラジオも居心地最高で良きやわ、ほんと眠たかった、寝てくれね。ゴジラやゴジラ
そんなゴジラより強い、あやでも煉獄さんには負けちゃうんだよなって、やっぱ煉獄さんが一番だと思うんでね。うーん、内閣総辞職便、え、何それ。何、うーん、こんばんはみんな、気づいてくれて Thank you だって。ダジャレに。うん、みんなどん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 レベル上がってってるから、ダジャレの。あ、そうだ、あのグッズのね、実際のお写真がとあの届いたんですよ。あのイベントで出す私のグッズのトートバッグを作ることになったんですけど、こんな感じっていうの届きました。ちょっとごめんね、話変わっちゃって、思い出しました。うーん、いい感じだと思うんですけど、でもこれを気に入っていただけるかはわからない、ファンの方に。うーん、今回はこういう私が描くようなこういう緩い感じのイラスト、アバターみたいな感じのイラストをあのトートバッグにデザインしたんですけど、いや本当ワンポイントみたいな感じで、うん、そんなどでかい感じではなくて。そう、どうだろうな、いいのかなこれ、心配だ。そう、ママたちトートバッグを作りました。あやのグッズで気に入らないなんてことあるわけない。そう、なんかまあ顔とかのね、写真とかのグッズとかは出してないんだけど、でそういうのがいいって言ってくれた方もいたんだけど、やっぱみんなが使いやすいのがいいなと思って、うーん、でもこれがちょっと使いやすいかどうなんだろう。うーん、でもエコバッグとしても使っていただけたら嬉しいなと思って、うん、レインボーカラーか、まだギリギリ使えるかな。だってレインボーじゃないけどね。うーん、色味はね普通にあのキャンバス生地っていうの、あれキャンバス生地のちょっとなんかベージュっぽい感じのトートバッグにしてもらいました。うーん、可愛いですって言っていただけたんですけどね、そのイベントの会社の方には、うーん、とても可愛いですよって言っていただけたけど、心配です。大丈夫かな。うーん、こんばんは、本当今のあやの生写真も欲しかった、生写真。うん、時期はあるかね。そう、こんばんは、原市に買い物行く時持って行けそうだって。どうだろう、もう全然使っていただけたら嬉しいなと思うんだけど、一応そのママたちとか甘やかしたいっていうのを入れてるから、そこが恥ずかしいなって思わなければ使えるかな。楽しみ、やったん、ママたちなめるなよ、あやグッズならなんでも嬉しい。ありがとうママたち。ひねさんありがとう、ゆき Thank you ね、こんばんは、さきむりお風呂で遅刻だって、おかえおかえり。さきむりやっほー、アクスター、アクリルスタンドってやっぱ欲しいのかなみんな、どう、え、どうなんだ、アクリルスタンド私ないんだけど、あやの生写真欲しいだって。そうなの。そうなのとか言って、あてまさんありがとう、あなたは Thank you。 うん、等身大アクスタないですよ、いるの等身大とか。
うん、甘やかしたい。そう、甘やかしたい。ママになれるトートバッグってこと？そうだよ。うん、街で使ってる人見たら声かけたい。だって、え、声かけるかもしれない。街でえ、これ使ってる方いたら声かけちゃうかも。え、使ってくれてるの？うん、アクキーか、アクリルキーホルダーね。アクスタだったら一緒にお出かけができるって。みんなさ、あれだよね、アクリルスタンドとか一緒に持ってってくれてるの可愛いよね。うん、少々奇抜なデザインでも買い物してて人のエコバッグなんか見ないから気にしなくていいか。あー、確かにその通りだな。うん、こんばんは。乗り出しあったら高校生みたいに透明な下敷きに入れて歩く。うん、生写真に戸惑いには可愛い。生写真って撮ることないもんね今ね。うん、生写真か、生写真か。うん、エコバッグ持って長岡のウェルシア、え、そしたら長岡のウェルシアにいたらもしかしたら会うかもね。うん、アクスタと一緒にご飯の写真撮る、あれやりたい。え、あれってさ、アイドルのファンの方とかでさ、そのアクリルスタンドをご飯こうやって写真撮るときってさ、周りの人に見られたりとかしてももう別にそれはなんともないの？なんか全然構わないよっていう感じ？店員さんとか声かけて、え、誰ですか？みたいなリアクション取られたらなく。だって、あ、逆にね、私がね。じゃあなんでトートバッグ持ってる？こんばんは。今後のために運営さんにリクエストしておくか。名前写真とアクスタ、あ、名前写真ね。でも今回は私がその自分の顔とかのグッズじゃないのがいいっていう風に言ってるのでなかったっていうだけなので、私がもしリクエストを出したら今後ね、こういうイベントがあった時に全然作っていただけると思うんですけど。ハラシンって今もあるんですか？新潟帰っても全然あるよ。いっぱい、まあ、いっぱいっていうことじゃないかもしれないけどあるよね。トートバッグ腕に引っ掛けてスキップしたい。だってルンルンで。ぜひ。実は恥ずかしくてできない。だって、あ、アクリルスタンドのやつ。親がまだ復帰してなかった頃に誕生日の時に家でケーキと取ったことあるくらいだからな。うん、こんばんは。あ、外ではないってこと？ってことは、あたいのおだともは店員さんが配信中にアクスタとか生写真使って撮影してたね。でもさ、いっぱいそうやってやる方いるからさ、まあ、店員さんとかからしたら何も思わないわけだよね。私が店員さんとか他のお客さんだったとしても別に何も思わないから。でも自分がやるってなったらちょっとなんか周り気にしちゃうかもしれない。名前出しにどんな格好でやる？自分がなんか可愛いって思ったお洋服を着て撮りたいな。ふくちゃんの生写真希望。ふくちゃん最近もう震えが止まらないんだよね。もうおじいちゃんだからっていうのもあるんだけどさ、なんか心配なぐらい震えてる。あ、お外でも行けますって言ってる。はるちゃん、いや、ちょっと今回はね、私はアクリルスタンドとかないんだけど、またね、絶対に来年もうイベントしたいなって思ってるので、その時にグッズ作っていただけるってなったら
考えますね。うん、福ちゃん生写真ならお店で出しても大丈夫。そんな、なんかごめんなさいね、うちのこの写真を。あやが可愛いって思う。お洋服だって絶対可愛い。そうそうとか言って、ほんとお洋服の話になるとさ、なんかもう一生、今ね3択ぐらいで絞れたの、ドレスというかお洋服イベントの。ちょっと今週中には頼みたくて、って感じ。どうしようっていう、ママ写真だって、うちのママってこと。福地のアクスタは個人的に私が欲しいですね。こんばんは、みんな。うち心配だね。おじいちゃんだからね。もうちょっとで16になりますよ。1月1日が誕生日なので、と頑張ってほしいですね。もう十分頑張ってくれてるけどね、いつもね。待って、歯型とか即売り切れ、いらん。27歳生誕祭が待ち遠しい。いや待って、27、あっという間だよね、きっと1年も。店舗地から選んでるんじゃなくて新しく買うの？天使かって言ってる。そう、新しく買うんよ。当たり前じゃない、みんなに会うんだから。おニューのお洋服で会いたいわよ。もう10日くらいしかない。そうなの、だから早く頼まないといけないね。難しいんだよね、なんかやっぱさ、いろいろ考えちゃうの。やっぱみんなに会うわけだから、やっぱこう最初にみんなの前に立った時にこうお洋服って大事じゃん。可愛いって思ってもらえるその中に、お洋服とか髪型って大事だし、やっぱ久しぶりに会う方、初めましての方もいらっしゃるわけだから、やっぱね最高に可愛い状態で会いたいなって思うんですけど、だからね、ちょっと今週にもう一度美容院に行って髪の毛ちょっと整えてもらってでしようかなって思ってるんだ。あの長さとか変えないのでみんな安心してください。ちょっとエクステつけてたんでね、毛先が整ってないので綺麗にしてもらって、あとカラーもしてもらった方がいいかな。まだプリンじゃないけど、生写真消費期限あるとか言って、うちのおばあちゃん犬で言うと18歳だよ。おばあちゃんを犬の年齢で例えたの。16歳って言うと人間だと高校1年の年だね。福ちゃん青春バッタだな。そうなのよ、高1なの。ヒトトロのお腹でありがとう、ハート、 Thank you ね。また到着予定日ちゃんと確認しないで届かなくてジャージなんで気をつけます。そうで、なんかね、可愛いって思ったワンピースとかね、大体あれなの、1月に発送予定みたいな。そう、2月に発送予定みたいになっていく。うわ、それはちょっと遅いかな。ママたちも自信あるコーデであやに会いに行くな、行かなくてはいけませんぞ。楽しみだな。お洋服3択からまた悩むね。そうなの、でもだいぶ絞ったんだよ。なんか一生ゾゾタウン見てるよ私。一生ゾゾタウン。
頭おかしくなりそうなぐらい見てるゾゾタウンだから覚えちゃったもん、なんかここ開くとこの服が出てきて、全くね優柔不断だからさ本当に決めらんなくて。でもさ、そういう人って最初に可愛いって思った服がいいと思う？ちょっとみんなに聞いてもいい？一番最初に可愛いって思ったワンピースがあったの。でもなんかお値段的にもそうだし、あとまあなんかこれじゃなくてももしかしたらもっと違うのもあるかもと思って、まあ、他にもいいなと思ったお洋服を何着か選んだのね。でもそっから迷ってるんですよ。これでいいのかな、いやこっちの方がいいのかなって。そうやってさ、もう迷ってる時はやっぱ一番最初にいいと思ったのがいいのかなどうなんだろうな。本当に困るよね、優柔不断の方いらっしゃると思うけど嫌よね。考えがさ変わっちゃうんだよね。なんかいいと思ってたのにいざ買うってなると、あちょっと待ってこっちもいいかもしれないってなるの。でも最高に可愛いよってありがとうゆみちゃん。日曜日は行ってくるぜ。だってヘッドスパ開けながら熟睡しちゃう。いいなヘッドスパ。我々のために悩んだり美容院行ったり努力してくれてありがとう、サンキューいいえ、どういたしましてサンキューだよ。当たり前だけどね、みんなに会うとなればやっぱり普段よりも気合入れますよという、私甘いの食べるのやめなさいという話だよね2日連続でケーキ食べて、雲隠れ食べて、栗羊羹食べて、体重計に乗るのが怖いですもうやだ本当に、あと何日あるからいいよねとかってさ言ってたけどさ、もうあとちょっとなんだよね。ジュさんありがとう。前髪はね、ほんの少しだけ切ろうかな。こんななんかがっつりは切らない絶対に。モーリーさんありがとね、あなたも Thank you。 スタウェブさんもありがとう、こんばんはみんな。三択見たいだって。いや本当は実際みんなに見せてさ、どれがいいと思うって聞きたいけど、でもね、自信あるコーデなんてないわって言ったらそんなんいいよ。ワンピース買ったことない。だいたい最初に選んだやつが正解。テストで迷った時、じゃあやっぱ最初のがいいのかな。最初のにするか。もうこんな悩んでたら一生決まんないよね。お値段的なことがネックなお手伝いでいいよそんないやでもなんかちょっとさ、パーティードレスっぽいので見てて、いろいろそうなるとさ、やっぱりドレスってなると普通のお洋服よりはちょっとやっぱお値段ありますよね。当たり前にでも私結婚式とか行くことないんですけど、今予定はないんですけど、友達とかのね、そうで招待していただけるかわからないんだけどでもパーティードレスあったらさ、いざという時に着れるかなっていうのもある。でもわかんないけどね、招待していただけるかうん、両方買う。17日用にお洋服買ったけど散々迷った結果やったよ。だって悩むよね。月曜日トリミングしてくるよワンちゃん、ワンピースって着るのも脱ぐのも大変そうって思うの私だけかな。着物もそうだけど、あでもね、ワンピースって意外と、まあ、背中にチャックとかがあると難しい。まあ
意外と簡単だったりもする。なんか横か後ろにチャックがあったり、あと前がボタンになってるやつだったらね、ほんと着やすいけど、欲しいもんも忘れずにという。欲しいもんこの間ブラックフライデーで大容量の買ったからね。小太郎さん、ラブレターありがとうね。体重計プレゼントするつもの。体重計。うちであるのでも全然あれだよ。なんか画期的な体重計あるじゃない。そういうのじゃないや。服のセンスなくて、だって結局普通のスーツで行くので仕事っぽいけど許しか、全然あのこんな言ってるけどね、みんなおしゃれしなきゃとか。全然そんな気にしなくて大丈夫で、あの普段のみんなで、うん、そうやってなんか会うのに気合い入れてきてくれるのも嬉しいけど、普段のみんなでも嬉しいから何も気にしなくていいよ。ムチムチのあやに会える。ムチムチになってるかもしれん。どうする、写真撮るときすごい二重顎になる。一部から二部どうしようかな。だって一部と二部も決まってるのでね。そう、全部買うのはきついな。またちょっとお菓子我慢してんのに、あやがもりもりお菓子食べて外してくれ。そう、お菓子ね食べちゃってんだよね。イベントまた後日配信で、今悩んでる洋服を写真で見せて。わかった、そうしよっか。こんばんは。パーティードレス的なの特別感があって可愛いよね。そうなのよ、パーティードレスも今いっぱいねあってさ、種類がデザインもおしゃれだし、でもありすぎて悩むのよね、どれがいいんだろうって。分かった、結婚式に招待するよって言ってるよ。新婦席だけど平気とか言うね。新婦だとあのウェディングドレスなんだよな。ムチムチでもあやは可愛いから大丈夫。ムチムチ、でもなんか私ちょっと前はさ、ちょっと前でもないな、何年か前いや何年か前でも1年前とか2年前かはさ、すっごい痩せてたんですよ。なんかもう顔もこけちゃってちょっとげっそりしちゃうぐらい痩せてて、なんかあばらとかも出ちゃう感じだったの。ちょっとね、なんかうわっと思っちゃうかもしんないけど、あばらとかもこう出てきちゃう感じで、うわってなってたんだけど、でもやっぱりさ、自分の中ではさ、まあ細い方がいいなっていうのはどうしてもあるから、なんかやっぱ太るのに抵抗あるし、体重が1キロでも増えたら、うわー増えたなーってやっぱ思っちゃうし、でもそういう拒食症とかそういうのではないけど今はね。でも普通にご飯とか食べてたけど、今よりは食べれてなくて、別に具合悪いとかでもないんだけどね、なんか一時期すごい痩せた時があったんですよ。でもね、なんかだんだんその顔がこけてるのをまずこれやだ、やだっていうか、まあなんかちょっと気になるなって思って、なんかあばらが出てるのもなんかちょっとちょっと心配になるなと思って、よし、ちょっと体重を増やそうって思った時があって、それでまあその時よりは、まあでも 2,3 キロか、言っても 2,3 キロ増やして、まあ顔もそんなすごいこけてるまではいかなくなったし、あわらもそんな出んてないかなっていうぐらいには
なってなったけど、でもこれ以上私は太りたくないの、個人的には個人的にはね、今か今より1キロぐらい軽いぐらいがキープしたいのね。でも最近食べてるのよ、半袖短パン伸びたくんスタイルね。フティさんかな、サポさん、ありがとう、 I love you, thank you。 パーティーが始まるのと。その頃はね、お菓子は食べてたと思うんだけど、多分ね、今よりもすごい不規則だったというか、ご飯とかもそんなしっかりは食べれてなかったんだと思う。福ちゃんより体重軽かった時期でしょとか言って、すごいぞ、3キロぐらいってことだよ、そしたら太れない人は太れない人で細いって言われるのがいやらしいね。だって、いや、太れない方もいるからね、体質的にね。そういう方ってもう本当にスレンダーじゃないですか、なんかもうスラッとしてる感じ。だからさ、そうやって、まあ、太れない方に対してね、なんか痩せてるねって、細いね、太りなって言われるのはさ、その方にとったらすごいストレスだよね、そう思ったら。あばら浮いてんの助かるって言っていいけど、まあほんと細い方が好きっていう方もいるからね。トウマキさん、写真集のテーマ写真集のイメージのためにあえて増量してた。なんかね、10代とかの時はね、まあお顔はふっくらしてるじゃないですか、若い時って。で、20代になったら私は顔からちょっとこけてっちゃったんだけど、でもやっぱりね、年をこう重ねていくにつれて、お顔はちょっとふっくらしてる方が若々しく見えるなって思ったの。健康美が一番、いやほんとそう思う。健康的にやっぱダイエットとか、健康的が一番いいね。今週は疲れて日課の筋トレ休んじゃってるから、来週頑張って会いに会うまで絞らなくてはってね。無理しないでね、忙しいんだからね女性は難しいよね、痩せすぎてたら心配になっちゃうだろう。そうね、なんか気になっちゃうよね、まあ、そんなに人は見てないのかもしれないけどさ。なんか私さ、まあ卒業して、当時活動卒業してから、みんなさ、まあ、前を知っててくれた方はさ、私どうなってると思ってた太ってると思ってたうーん、急に踊らなくなるからさ、ゆみちゃんハートありがとうもちもちはね、こちらとしては結構好きなのよ。そう、なんか男性はちょっともちっとしてる感じが好きっていう方が多いっていうイメージはある。ただやっぱスラッとしてる方が好きっていう方もね、多いなって思ううん、その痩せてた頃も配信してました。多分みんなの前にこうやってまた立たせていただくってなった時のが一番痩せてた。いっぺ食べれーだってありがとう。ママのポテトサラダ担当食べ、うわポテトサラダ食べたいよ、食べた食べただけ太ります、俺だって。私も食べた食べた分太るよ。美しさをキープしてると思ってた。太ったりしてないと思ってたよ。だってむしろもっと痩せたりしたら心配だなと思ってた。本当にキープしてるだろうなと思ってた。嬉しい太ってると思っていなかったけど、さらに強くなってるなと思ってたどういうこと、強くなってるってどういう意味で、ゴジラ的な意味で。
辞めてからは結婚してるのかなと思った。それはね、うん、結構言われました。こんばんは、みんな。ガリガリになってたらどうしようって心配。あ、そっちの心配なの、みんな。ありがとう。優しいね。やっぱママだ。ママだった、うん。昔からママだった。そっか、なんか大体こう踊らなくなるからさ、太ってるんじゃないかなって思われてるかなと思ったけど、でも確かに気をつけてはいたかな。なんかさ、もし誰かに会った時に変わったなって思われたら、それもなんか嫌だなと思って、そのアイドルの時ほどではなかったけど、すごい気をつけてはいたかな。ママのポテトサラダと俺のオムライスどっちがいいですか。だってどっちも選べないよ、そんな。どっちもっていうのはありでしょうか。痩せようと思って痩せたの。だって痩せようと思って痩せてたね。そのなんか顔がこけるまで痩せちゃったのは、別になんか顔がこけたいとか思ってたわけじゃないんだけど、なんか一時期すごい体重が落ちた時期があったの。こんばんは。で、結婚はしたのって言ってるけど、どういうこと、してないよね。残念ながらしてません。こんばんは。みんなとしてるじゃん。でも確かに、確かにみんなと結婚はしてるんですけど、卒業してから1年に1回ほど当時メンバーの SNS とかに映ってたの見て、さらに綺麗になったなって思ったの。あ、そうだね、1回か2回ぐらい載せてもらったことがあった。こんばんは、みんな。旦那さん6000人なんだからとか言って、いや、そうだね、そうだね、こんなに愛されて幸せ者なんですよ。結婚してたらワイラとクリスマスなんて過ごしてくれないねとか言う。いや、これでさ、結婚してましたらちょっと裏切りだよ。重婚で逮捕します、ガッチャンってこと。結婚式は和より洋がいい。あー、そうだね、ドレスが着たいかな。なんかたまにさ、 YouTube とかインスタとかでショート動画でさ、あのウェディングドレスが出てきたことがあって、なんか今っていろんな形のウェディングドレスがあってさ、わ、素敵って思った。色にもさ、意味があるらしくて、なんかウェディングドレスって言ったら、まあ、白のイメージがあるけど、確かさ、白ってさ、あなた色に染まりますみたいな意味だったんだよね、確か。でも黒のウェディングドレスがあったので、ウェディングドレス、じゃあ黒の意味が、なんだっけな、なんかね、理由があったんだよね。黒のウェディングドレスの意味が、あなた色以外には染まりませんっていう意味なんだって。え、黒も素敵って思ったけど、でもなんかやっぱ白がいいよね。こんばんは、みんな。頑張れとか言ってる。みなさん、結婚の話やめてって言って、ガチャがおかしくなっている。ガチャ大丈夫だよ。大丈夫だよ。みんなガチ恋なかなって言って。元推しの話であんなに焼いてた人が実は結婚してました。さすがにね。え、焼いてないってとか言って。いや、本当にとんでもない裏切りになりますからね。ここに来た頃、アヤを検索したら結婚で出てきて腰抜かしそうになった。え、そうなの。あれ、どうやったら消えんの、あの検索。結婚してないんだけど。なんで結婚で出てくんのよ。やめて。
それでなんか逆に気まずいちゃうね、なんか「あいにゃ結婚おめでとう」とかって言われても「あのしてないです」みたいな「してないですね」とか逆に気まぜっと「パニックにならないで」とか言うね安心してみんな「17日ゼクシー持っていこうか」とか言って「ゼクシーか」あれでしょ、指輪とともにでしょ、うん、みんなガチ恋ママなのでガチ恋嬉しいですね。私は昔から嬉しかったよ、何度も言うけどずっとガチ恋でごめん、好きです、うん、こんばんは。ガチ恋とはちょっと違うんですけどいいですか、全然 OK です。うん、今フログに体重測りました、着実に増量しております。増量キャンペーンはしてないんだけどな可愛い、消息不明が長かったから みんな検索した。なるほどね、いやだって本来はね、今もね、本来ってかもともとはもうずっともう活動はしないって決めてましたから、自分の中では最初の頃はね、うん、ガチ子は昔から変わらないね変わらないからね、嬉しいよ、うん、小太郎さん花束ありがとう、 Thank you。 どっちを中岡さんと結婚式してたよね、カタフレで、あ当時のね番組でね、なんか結婚式にお邪魔する回があって、そうなんかケープをかけてもらって、そうなんか中岡さんと結婚するっていうなんかネタのね、そうあれがありました。うん、ガチ恋いっぱいいるね、とかガチ恋いっぱい、あーなんかお腹が空いてきた、急に絶対これはお腹が鳴るぞ。うあやちゃんとは特に結婚したいとか付き合いたいとか思わないんだよな。え、でもさ、なんかさ、いるよね、そのさ、なんか女の子のファンの方、私じゃなくて女の子が男性アイドルを推してるっていう場合、もちろんガチ恋の子もいるけど、なんか推しとその付き合いたいって思う人は違うみたいな、なんか推しは推しなんだよねっていう、そうだから、なんか恋愛感情とかはその男性アイドルに対してはないんだけどみたいなのを見たことある。うん、感情が別々って、ガチ恋ってあんまり分かんないんだけど、今俺ガチ恋なんかなって言ってる、ガチ恋ですいや分からん、分からんよ、うん、いや嘘つきでもいい嘘つきって言ってる見守っててあげたいわ、それはママだね。うーん、マクロさんありがとう、流れ星 Thank you。 ケープ、スプレーのやつじゃないよね、グワチ恋ですよって、そうお腹がもうちょっとずつグーグー鳴ってます。この枠延長はしないかな、もうそろそろ終わろっかな、もう11時だ、早いな。舞茸とナスの天ぷら以来食べてないよ。あ、牡蠣食べた。小田さん無自覚にガチ恋してるタイプっぽい、だって気づいたらっていう。え、そうなの？とか言う。いや、わかる。ガチ恋はガチ恋っていうのはあれだよね。本当にそのなんか彼女彼氏にしたいって。思う、うん、彼女彼氏に思う感情があればガチ恋ですよね、多分。にゃんさんは腹ペコ組ですマークありがとう、自分と幸せになってっていうように、幸せなら誰とでもどこででもいいみたいなの。ゆうさん結婚してありがとう、あ、こういう感じですみんな、うん、あの結婚してくれっていうのが
ガチ恋ですね。確実にガチ恋って言われる。一日中アヤのこと考えてるのってガチ恋なのね。仲間入りだね。このここの人たちは息をするようにガチ恋するからだって。今日夢にアヤが出てきて、お付き合いしてる夢だったからいい夢だったって言って、おデートしました、おデート。それは完全にそうって言われてるよ、こたろうさん。こんばんは、みんな。ガチ恋の物差しは自分次第ですね。自分がガチ恋だと思ってもガチ恋。あ、じゃあガチ恋じゃないと思えばガチ恋ではないです。おいらもガチ恋ですって言ってるけど。はい、じゃあこんばんは、やっほー、みんなこんばんは。なんか深い話になってきたな。だってこれ深い話なんですか。やった、これで皆様の仲間入りやんって言ったら、やった。全然あれガチ恋じゃなくてもね、OK なんですけども。俺の嫁にガチ恋はほどほどにな。え、これであのみんなに言ってる、もしかして。え、大丈夫、バチバチになるけど大丈夫。え、そういうこと、梅さんってこれは私にじゃなく多分みんなに言ってるよね。あ、ちょっとあの俺の嫁にガチ恋はあのちょっとほどほどにって。バトル始まる、大丈夫かな。おうちデートでした、だって。うわー、おうちデートか、いいな。おうちでゲームとかしたいですね。なんかどこかにお買い物に行ったり、なんかこう何か見に行ったりとかもいいけど、おうちでまったりもいいな。バッチコイ。お疲れ様、みんな。もっとずっと前から我々は仲間だったでしょう。だってさ、みんな仲間よ、ママ友だから、みんな。まごさん、キラキラありがとう。Thank you、 お疲れ様。そりゃ海さんの嫁さんには手は出せませんわなって言って引いてるんだけど。若い頃以前にガツガツ攻める人好きじゃなかったんだけど、結婚できる人ってガツガツしてる人なんよね。だって、あー、どういうこと、それは自分がガツガツいける人ってこと、それとも相手が。相手のことか。でもすごいよね、自分のことをさ、こうアプローチできる、アプローチ、自分のことアプローチは違う、あとどん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 こう押せる人、なんていうんだ、アピールできる人。ですごいなって思う。今日は家で一緒にアマゾローゼ、アマゾローゼ、アマプラってこと。みんなが特殊能力バトルして勝ち残ったママがアヤニャンと結婚するバトル漫画始まるとか。こんばんは、ママ友だねとか。ガツガツできない未婚の愛ささ、いやー、ガツガツできないよね。サイヤ人並みの速さ、自分が相手にどんどんアピって攻め込む、ね、あー、なるほどね。どうなんだろうね、なんか自分が好きって思った相手の方がいいのか、思ってもらう方がいいのか、なんかそれは分かれるよね。私は思ってもらう方が強い方が憧れ。もちろんなんかお互いに好きでも、なんか相手の方がすごい思ってくれてた方が
幸せなのかなとかも思う。自分のことだけを考えたらね。でも逆の人もいるんだよ。なんかあんまり押されすぎるとちょっと引いちゃうから、自分から行ける人の方がいいなみたいな、長続きするかなみたいな人もいるし、そこ結構分かれる。私はもうアピールされたいっていうケースはある。こんばんはみんな。新さんとか関係ないですよ、みんなも。そうよ初めましての方も、久しぶりに来てくれた方も、もうみんなママともみんなママ。ここの人みんな愛ちゃんのこと思ってるよ、重いくらいに。やって重くて重いの大歓迎ですわな。重いの大歓迎です。よくなんか重すぎるとね嫌だみたいに思う方もいるかもだけど、なんか重たくなるぐらい思ってもらえてるのって幸せなことじゃないの？私はそう思ってしまうんですけど。思ってもらうの嬉しいかもって。嬉しいよね。ああジュンさんありがとう Thank you。 あやも重い女だもんね。私も多分重いです私も多分重たい。なんか多分心配になりそう。離れてっちゃわないかなって心配になると思う、私だったら。でもそれってさ、なんか相手に信用がないとかって言うけど、自分にも自信がないだろうし、多分その完全に信頼ができないのかもしれないね、私は人に。あやのこと思ってるやつなんてここの世には5万といるぞ。だって嬉しいな、もう涙ちょちょ切れまして。重いのは体重だけにしたいものですが、えとか言ってえとか言って重いの大歓迎してくれる愛にはほんと天使好きとか言って、重いの大歓迎よ。ありがたい、ありがたき幸せです。ありがとう言って。子供の頃に十分な愛情を受けて育たなかったから、私は多分愛されたいんだと思うんだよな。だってそうなのか。いやでもみんな愛されたいですよね、みんなだよ疫霊がどんだけついてるか練習して。疫霊とかって本当にいるの？あやが重いよりかなり重いっすよなんてお疲れ様。めちゃくちゃ束縛されても大丈夫？束縛がよくわかんないんだよね。どれぐらいのレベルですか？てかどういう、例えばなんですか？束縛の種類にもよるかもだけど。私はこんなこと言ってからダメなのよ。ダメなことないよ。あやにゃへの愛と少しのダジャレがあれば立派なママたち仲間でいいのよ、ダジャレなくて。むしろどうやったんやか離れられるのか教えてほしい。だってそんな、おもちの歓迎してくれる女の子って初めて会った。だってまあね、大体嫌だよね、重たいのね。この枠歌う曲、この枠歌うの考えてなかったな。小太郎さんハートテンキュー、ありがとう男性は愛されるよりも愛したい、へーの方が多いんですかね、女性より。男の連絡先全部消せ、男と話すなみたいな。あれ、あー、私連絡先に関してはそもそもがいないから全然大丈夫な人ですまあ家族とかね、親戚とか以外ってことでしょう。
私は長岡にいつもね送ってるからピカピカしてるよ。愛されるよりも愛したいっていう人の方が結果として愛されるという矛盾と難しさ。ほう。離れちゃうと思うの信用してないってことにはならないと思う。そうかな。男と喋っちゃダメとか、美容室でも男、美容室で男の人ダメ。美容院とか店員さんで男の人と喋っちゃダメって言われたら結構難しいかも。難しくない？ダジャレ合戦ですかって、ダジャレ合戦はないですよ。 LINE にすぐ返信しないといけないという束縛、それはすぐ返信しなさいって言われるってこと？全然できますね、私返事は。もともとが早いのですぐ返すタイプだからそれ大丈夫だな。歌わなくていいよ、だってありがとう。会社でも男と話すなという人いるらしい。ちょっと行きづらい。会社とかでちょっとさ、それ言われちゃうとさ、難しいよね。だってそれはさ、プライベートではなくてさ、仕事なわけだからね。普通に仕事ができなくなっちゃう。キンキキッズさんの愛されるより愛したい。わかんないな。聞けばわかるかも。11時超えたけど、そうね、話が長くなってしまった。寝るか。そこに愛はあるんか。あの CM 好きですね、私。俺にも LINE 早いもんねとか言って。平井堅さんのデビュー曲、いつも愛されることばかり願ってた、愛することを恐れてたっていう歌詞があるんやけど、素敵だって。愛することを恐れてた。難しいよね。逆に女性と話すことあるからだって。いや難しいと思う。なんか同性の人しかいない職場だったらね、あれだけど、異性の方がいるってなったらちょっと厳しいですよね。ジャンボリ踊りながら変身するもんね。だって、いやいやいや、ちょっとね、あれはちょっと配信中になんか無言になったら嫌だなっていうのがあって、じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。寝ましょうかね、みんな。ありがとね、長々と。今日はごめんなさい、ちょっと目が限界でラジオになっちゃったんですけど、あとさっきの枠すぐ終わっちゃってね。今日もお疲れありがとう、みんな。また明日も7時からになると思うんですけど、よろしくお願いします。ストレッチしてから寝よう、大事だね。疲れ吹っ飛んで早く休んでね。お話楽しかった。よかった。ロング配信無理しないでありがとう。じゃあちょっと壇上の方をお呼びして終わろうかなと思います。いくよ。13位ひでさん、12位がわらじさん、11位がトトロのおなかさん、10位がカムカムさん、9位がももたろうさん、8位がサッポさん、7位がひろのりさん、6位がゆみちゃん、5位がうめさん、4位がごま豆腐さん、3位がこたろうさん、2位がマーくん、そして1位がじゅんさんでした。ありがとうみんな。嫁ありがとうとか言うね。みんなありがとう。壇上上がってない人もね、本当にありがとうね。明日から現実がって言って、
無理せず頑張るだよ、みんな体調にも気をつけてね。うん、ひよのりさんありがとう。コウタロウさんもハートいっぱい Thank you ね、ありがとう。結婚しようなーよ。みんなまた明日、明日も生きてこのルームに帰ってけば待ってるよ。みんな無事でね。ムラーニーさんありがとう、流れ星 Thank you。 ありがとうね、ユウさんも結婚してありがとう。ありがとう、大好きだよって言ってくれてる、嬉しい。おやすみ、マツさん、I love you, thank you。 じゃあね、みんな、またね、ありがとう、おやすみなさーい。バイバイ、ドリマさん、ありがとう。バイミー。